はい、こんにちは、一郎です。今回の企画はマフラー、ハリアのマフラーですよ。はい、前回のこっちの動画、エアロ、はい、できたっていうやつね。でこれでリアの方ちょっとね見てみてください。わあ、すごい。めっちゃいいじゃないですか。いやいいじゃないの。これ4本出しもいいんだけど、ちょうどこれの真ん中に来てるから純正マフラーでも問題ない。うん、どうです。いや、めっちゃ迫力出るし、やっぱこう塗装されてるとかっこいいですね。はい、後ろがあんな感じ、純正マフラーだとあんな感じだったね。うん、でもそれだけじゃ終わらない、はい、マフラー作るんです。まあ、作ったんです。もう作ったんですよね。はい、もう作って完成したっていうことで、おちょっとこれからマフラー工場へ行ってみたいと思います。はい、それじゃあレッツゴー。はい、マフラー工場に着きましたよ。はい、さてあれ見てください。これがハリアーの純正マフラー、純正マフラーが外れてます。これが純正なんですけど、ここからこう見ると楕円のねテールがついてる。はい、こういうタイプに、まあ、これが上からかぶさってるみたいな感じかな。もうもうそう、フレームがついてるみたいな。はい、で新しいマフラーはじゃーん。あ、いいじゃん。どう、あ、今回は楕円じゃないんですね。今回丸にしたんです。でこれちゃんとね、パンチングも入ってるでしょ。入ってますね。だから、こんでこっちを見ても分かるように溶接されてますね。うん、つまり、パイプに差し込むっていうよりも、もうこのテールをくっつけてると。おお、めっちゃいい感じ。はい、でマフラーっていうのは、まあ、ここにエンジンがあって、で、これここにこれ、センサーがついてるね。もうこのセンサーなんだ。センサーね。ここが中間太鼓。はい、でパイプを通ってここにフランジがあるのね。はいはいはい、ここまで純正マフラー。ここまでは今までの純正マフラー。はい、でこっから色が違う。そう、もうこれはね輝きのあるステンレスなんですよ。はい、けど今回これはハイステンっていうことで、このようにピカピカになっております。うん、でちゃんとねこういうところもその強度を保つためにこういうステを、ああそういうことなんだ、うん、入れて強度が出てると。はい、でこの中でこう消音して出ると。おー、だからまあ加速騒音もね、まあちょっとまだプレートついてない、これからプレートつけるんですけど、はい、加速騒音も試験に OK というマフラーになってます。はい、でうちのエアロにも合うマフラーですよ。はい、音はねやっぱ加速騒音、こんな音しちゃったらすごい。飛行機。え？すっげえすっげえ。この距離でこの音ですからね。ありえない。ありえないっちゅう。はい、ということでちょっとこれの試乗インプレもねやってみたいと思います。はい。はい、一郎カメラマンです。はい。ホームページ上で。はい。こんな風に撮れるんです。綺麗に撮れるね。おー綺麗ですね、やっぱりね。これ今撮った瞬間がホームページに出てる画像ですよ。あとねこれ、ここにね追加ステをこうやってつけとる。うん、こっちもね。でこれ何かっていうと、まあもしここがなかったらね、うん、結構やっぱりグラグラしすぎちゃう。へー、うん、だからもうちょっとしっかりさせるために、うん、うん、こういうステーブルね作ってると。なるほど、いうことなんですね。じゃあちょっと下ろしてみますよ。はい、ほらこれね、ノブレスのプレートがちらっと見えるぐらい、うん、それぐらいにしてます。実際バンパーここなんで、はい、で横から見るとよくわかるかな。もう全然出てない。おお、全然出てないですね。だからバッチリなんですよ。おお、いい感じ。
シャレだねこれ。いいわこれ。あ、めっちゃんこいい。はい、でこのこれってあの出口だから、うん、太鼓から向こうはまた別にジグがあるんだけど、テールだけでこんなにジグ。テールだけなのに。すごい。まあ、ちゃんとね量産で同じ寸法で作ろうと思うと、こういうしっかりしたジグが必要だね。うん。ノブレッセって書いてある。専用ですね。あとこのチタンカラー、うん、このテールもある。おう。まだこれノブレッセ貼ってないけど新品で、うん、ノブレッセって貼って同じでしょ。3本だし。こう。それともこう。あー、いいですね。迫力出ますね。はい、このテールも設定があります。はい。はい。じゃあね、次はね試乗インプレッションしてみたいと思います。はい、じゃあねエンジンかけます。まあエンジンかけるよ、これはハイブリッドなんでパワーオン、パワーオンの時にエンジンがかかればいいんですけど、いきますよ。はい。EV ですね。さすがです。さすがさすがですね。はい、じゃあこの状態だとまあ正直マフラー全く音が出てない状態ですね。うん。はい、ここから走ってどんな感じになるかやってみたいと思います。はい、はい、まず出だしももちろんこれモーターだ。そうですね。はい、じゃあねここから少しアクセルを踏むと多分もうエンジンかかった。このね、低い回転数だと、うん、ちょっと純正との差が分からんぐらい静か。うん。どう？今は音は鳴ってはいる。鳴ってはおる。いるけど。純正もこれぐらいの音は鳴る。そうですよね。うん、さほどの差は感じない。さほどの差はない。だから、音が出るようなマフラーが欲しいっていう人はあれだけど、それ車検通らないからね。そうですね。どんどん厳しくなってるんでね。はい、でちょっとねここから先上り坂になります。はい、上り坂アクセル踏み込みます。お、この時この加速感の時はちょっとね音色がまああの純正よりも太いっていうか、うん、低い感じで低い感じで鳴ってる感じがしましたね。上品な音なんですよね。うん、下品ではなく踏み込むといい音する。しっかり。ただめちゃくちゃマフラーの音ちょっとこれじゃ近所迷惑じゃないかなっていうような音量ではなくって、うん、純正とまあさほどそう変わらないんだけど音色がちょっと太い重低音がするっていうような感覚ですかね。そうですね。うん、これはね僕がいつも求めてるんですよ。あともう一つその言えるのが、普通にマフラー作るだけだとぬっけぬけになるのね。うん、例えば配管を純正より太くして、うん、排気効率上げてってやると、うん、抜けすぎちゃって NA の場合はトルク出ない。でこれはそういうのを防ぐために太鼓の中にね、あんまり詳しくは言えないんですけど中に排圧をこう考えて寸法で作ったあるまあパーツが埋め込まれてるんですよ。そのパーツのおかげでそのトルクがこうマフラー変えて排気効率良くなってとか配管が太くなってその抜け抜けになるっていうことがないんですね。うん、この街乗りの中で低回転からこうアクセル踏み込んでもトルクダウンしてるような感覚はほとんど感じないと思います。うん、はい、そこはね結構もう昔からこだわってるんで、ここのねマフラー工場の社長はね、で僕もこだわってるから結構意見が合うんですよ。なるほど。はい、だからやっぱりそのマフラーを変えても心地よくってかつまあ近所迷惑にならないで運転がさらに楽しくなる、まあ、そういうようなちょっとジェントルマンな上品な仕上げになってます。はい、かっこいいね。めちゃんこいいじゃないね。いい感じですね。じゃあこれ外からの音ってどうなんだろう。うん、ちょっと踏み込んでみる。ただこれハイブリッドだからね。そうですね。そうエンジンが
からんかったらどうしよう。一回ちょっとやってみるよ、はい、アクセル、ってやってみよう。お願いします。はい、いきますよ。はい、おお、室内でも感じたちょっと純正とは音色の違う、うん、まあ全然音は大きくないんだけど、うん、ちょっとこの大人のジェントルマンみたいなね、うん、少し重低音が効いた静かな音、難しいね表現が。でもああいう感じの音色で心地よいですよ。いや、なんか思ったより全然音しっかりしてていい感じだった。はい、実際加速騒音なんかとか室内で感じ取る音っていうのは、まあ、もしかしたら鈍感な人だとそんなに差が分からんぐらいやっぱり静かなんですよこれ。ハイブリッドなんでね、うん、だけどハイブリッドでもエンジンがかかった時はね、うん、静かなんですね。ただ音色はしっかりと、うん、その音が出てるっていうことで、まあ音量っていうよりも音色ですねこれは、うん、音いい感じ、はい、だからきっとご満足いただけるかと思います。あと周りの住宅にも全く迷惑にならないんで、はい、はい、安心して4本出しマフラーつけることができます、うん、でこれ今ノブレッセのホームページは先行予約、はい、これを期間限定でやってますんで、うん、ぜひちょっと気になる方は詳細は概要欄これ見てください。お願いします。でノブレッセで検索してホームページが出てきて車種から選択ハリアーを押してマフラーを押せばそのページにたどり着きますので、はい、そちらでもチェックしてみてください。はい、はい、それでは次もまたお楽しみに。お楽しみに。